ユーリア・コブレビチ・チャイカは、ロシア連邦の政治家、司法官僚。2006年6月23日から、ロシア連邦検事総長、ニコライフスクナ・アムーレ出身。1951年5月21日、ロシア極東ハバロフスク地方のニコライフスクナ・アムーレに生まれる。1976年スベルドロフスク法科大学を卒業する。1976年インターンを経て、 イルクーツク州薄中田地区犯罪調査官として勤務する。その後、イルクーツク州ツルン地区副検察官となる。1979年から1984年まで交通検察官東シベリア運輸検察庁犯罪調査部長。1984年から1986年と1988年から1990年まで。 イルクーツク州党委員会勤務。1986年から1988年まで、イルクーツク州第一次長検事、犯罪調査部長。1990年党シベリア運輸検察局検事。1992年イルクーツク州検事。1995年ロシア連邦自席検事総長。1998年8月検事総長代行。 1999年司法大臣。2006年、ウラジーミル・ウスチノフの公認として、検事総長に就任する。税牌16.11、1995N1145R。税牌17.08、17. 1999066ファ、は、イ、い。ありがとうございます。